超大変、生活しづらい、もう本当に痛い、筋肉痛、腹筋、はあっていう心です。わ、飲み物忘れたし、まあいいや。どうもヤッピー、森永ニーナです。今日は皆さんいかが過ごしたかわからないけれども、ああ。よいしょ、はい、今日はカジエさんからのお題ということで、かわいいあだ名とカジエさんと行きたいところを発表していくという回になります。あ、後ろ見て、ナマステナマステ、こんばんは、こんばんは皆さん。なのでこちらに書いてあげたいと思います。何がいいかな、ちょっとじゃあインスタグラムを見て最近の流行りを調べたいと思います。お姉さん後ろ後ろ、最近の流行り、やっぱサンリオは流行りですよね、永遠にサンリオが流行りな気がするから、やっぱサンリオにちょっと絡めたい気持ちもあります。こんばんは皆さん、こんばんは、今帰宅、つかりた、ザスザス、最近の流行りを取り入れていく、何がいいかな、可愛い系で行きたいんですよ。そういえばピエロランド、あ、そうなんだ、こんばんは、こんばんは、いいな、前前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 、こんばんは、こんばんは、可愛い系で行きたいので、アヤを使いたいんです、アヤの方、何がいいかな、あやを、あやを使いたい、あーあー、あや、じゃあまず普通の、普通のやつ作るわ、まず普通の、普通のやつ、お題はなんかあだ名作るのと、あの行きたい場所、普通のやつ作ります。普通のやつ、あやめろ、ちょっと字が汚い、可愛くない私の字、まず普通はあやめろだよね、あやめろはちょっとポピュラーだけど、あやめろ、あとはー何がいいかな、欲しい、あやめ
あやめろ。あーい、あー、うーん、なんだろう。あ、ペンが乾いちゃう。なんだっけ。あー、あー、あやの人の、あーあー確かになんか、あー何々ってなりがちだよね。あーカイジさんもニーナタンって呼んでくるから、むしろここはアータン、アータンですね。カジプリン、カジじゃないんだよ。カジだとね、カジさんのイメージが強いからね。可愛くしたいの、もっとなんかキュルンキュルンにした方がいい。絶対絶対そっちがいい。うちはそう思っている。なんかね、そう思うんですよ。やっぱ流行りに乗っていかないとダメだよね。いつまで経ってもね、なんか古き良き、古き良きもいいんですけど、それだけをしすぎるとね、やっぱね、波に乗れないよ。だからもっとね、こうフレッシュな、ちょっと現代的な、何がいいかな。あやめうもいいね。お揃いだね。あやぷる、あやぷるかわいい。あやぷるかわいいですね。キュルンキュルン風、いや違うんです。女の子はね、女の子は全員ね似合うんですよ、かわいいコンセプトが。なんかね、なんか最近すごい考えたの、そのなんか女の子だけど、なんか可愛い、可愛いコンセプト似合わないとか、そういうのってないと思う。女の子は絶対可愛いのが似合うんですよ。だから私はね、そういうのでね、なんか人をいじる人にはならないようにしようって。バッドバズマリコー、あー、なんかあやぴー、あやぴー、あやぴーです。ピーはリコーダーの音。あやぴー、あやぴっぴー。そう、なんかね、かわいいのがいい。すごいたくさん、あやぴー。かわいいのがいい。そんなあやぴーだっけ。あやぴーよくない。ぴーはね、ちゃんとひらがなです。カタカナとかじゃダメなの。やっぱ世の中はひらがな、そう、意味がある。あやぴーのぴーはリコーダーの音。そうだ、今日カジさんのタンプレがあれだわ、ポストに届いたから取りに行かなきゃ。この後あやぴ、ダメです。こっちの P だと
ちょっと山の方で P の人がいるからちょっとね違うんですよ。それはあやぴーもいいね。あやぴーかあやぴー、あやぴー、そう、山の方にピーだとさ、やっぱちょっとなんかオマージュしたみたいになっちゃうから違うじゃないですか。ちゃんと意味があるじゃないですか、このうちらが考えたピーの方には。山の方のピーだとちょっとやっぱりそのね、事務所さんも大きいですし、なんか我々訴えられちゃうんですかみたいになっちゃうから、そう、どっちかあやぴーかあやぴー、どっちがいいかな。なんかあやぷーはいそうじゃない、なんかあやぴー可愛くないこれ。あやぴー、じゃあこのあやぴーかあやぴーを提出します。家事のいいだから、あー確かに家事のいいだからいいね。あやぴー呼びやすくない、しかもあやぴー。じゃあカジーさんのあだ名は新しい非公式のあだ名はあやぴーで、あやぴーの P はリコーダーの音、そしてカジーのちっちゃい E を取って決定いたします。皆さんよろしくお願いします。あやせしのゆるキャラがあやぴーです。じゃあコラボできますね。コラボ案件、これはお仕事にもつながると思いますので、ぜひあやぴー完璧だね。ニナメウはさ、うちが勝手に最近メウって語尾にハマってから呼んでっていう風になったけど、ちゃんとカジーさんのあやぴーの方は由来があるということで、皆さんもぜひあやぴー呼んでみてください。メンバーで非公式の島崎はあるよね。島崎はさ、しまちゃんが公式だけどさ、なんかゆりゆりとかさ、それがあるよね。島崎はある気がする。だってみんなしまちゃんってあんま呼んでなくない、言うて。言うてそうじゃない。ザキシマもいるし、森永もいい、ちょっと島崎かゆりちゃんみたいな感じで呼んでるから。しまちゃんはね、しまちゃんじゃないよね。たまにはサインをニナメウにしてもいいと思う。目をありだね。ね、みんなゆりちゃんじゃない。まあそんな感じよね。だってさ、あれこれさ言ったよね、なんかあのオールナイトカジーでも言ったのかな、私みんなさあだ名っぽいあだ名がさあるのにさ、うちだけさニーナなんだよ。これちょっとさ本当にさ相談していい、みんなに。なんかさ、こうあだ、なんて言ったらいいの、ライブでさ自己紹介するさパートがあるじゃないですか。その自己紹介のさ時にさ、長いロングバージョンの自己紹介だとさ、みんなリコーダー披露したりギター披露したりこう空手披露したりさ、うちはラップやったりでしょ。でもさ短いバージョンの時はさ、そう、あだ名プラス本名みたいな、本名っていうか、なんて言ったらいいの、あの何、普通の名前みたいな感じじゃん。みんなさ
カジこと梶島彩です。ちなっちゃんこと高木千夏です。でこうさ、あだ名らしいあだ名をさ言うじゃん。でもうちはさ、ニーナこと森永ニーナですってさ、いやニーナ何回言うねんみたいな。いや普通に森永ニーナですだけでよくないって思うんですよ。てぐらいなんか私は本当になんでニーナなんだみたいな。いやわかるよ、ニーナっていうその名前自体がちょっとあだ名っぽいところがあるのはわかる、わかるんだけれどもね、そう、それがなんか寂しいからみんなにニナメウって呼んでって、そうニーナことニーナって、そうニーナなんですよ。そうことの意味なくない？そうなんかだからうちはあえてなんか平然と自己紹介しときながら、なことの日本語違くないって思いながら自己紹介してた。そうニーナこと森永ニーナです、いやニー、それはニーナやんみたいな、すごいね私は思いながらね、してるんですよ。私欲しいよあだ名、あだ名っぽいあだ名。ニーナこと森永ニーナって、そりゃニーナニーナやん。ニーナ、うん、ことって日本語知ってますかみたいな。日本語知ってない、そうニーナじゃなくてさニーナなの。でもさニーナってさ、いやそなんかさ書き起こしたらさわかるじゃん。あれなのかな、ニーナこと森永ニーナですって言えばいいのかな、本当に。だってそうじゃない？ニーナこと森永ニーナですって。どう思う？佐藤まさきこと佐藤、そういうことだよ。そうなんだよ。なーって思うんですよ。そうなんですか。そう兄ちゃんだとさ、お兄ちゃんみたくさなる。なんかね、私の名前って本当にあだ名がつけづらい、とってもあだ名がつけづらいんですよ。そうなんですよ。もう名前ごと改名する？うち改名してもいいよ。芸名改名してもいいよ。何、芸名改名するとしたら何ですか、何がいいかな。東京初期衝動っていうバンドボーカルのシーナちゃんのノリで、そういいんですよニーナちゃんでいいんですけど、でもなんかさ自己紹介の時本当になんか私これ言う必要あんのかなってねめっちゃ思うから、最初の方は普通に森永ニーナですって言ってたの。普通になんかあだ名言わずに森永ニーナです、よろしくお願いしますって言ってたの。だからねえって思ってたんですよ。どう思います？本当にニーナこと森永ニーナですって言えばいいの？森永にイナですって、はあ、勝手にナメウにね、どう思う？じゃあみんな呼んで、みんなにナメウって呼んで、本当にイナメウって呼んで、よかったらイナメウって呼んでください。そしたらきっと多分ね、もう公式を変えることは覆すことはねできないの。なぜならニーナはニーナやから。だからよかったらみんながニナメウって呼んでくれたらきっと1年後くらいにしれっとニナメウに変えられるかもしれないから、あれ、え、ニーナのあだ名ってニナメウだよねってなってるかもしれないから、みんなが呼べば。そう変えられるかもしれないから、南う
なんだっけ、佐々木ほのか、ほうちゃん、森永ニーナ、ニナミュー、いや、オーバーチャーは、オーバーチャーはニーナにしよう。ニナミューよろしくお願いします。一人一人の、ご協力があれば、血でも積もれば大和なでしこ、よろしくお願いします。手向かえと小さいかもしれないから、 SNS のアカウント一つ、あ、いいね、そうしよう、そうしよう、じゃあインスタ変えとこう、インスタ変えときたいと思います。徐々に徐々にね、徐々にそ、徐々に公式が、いや私二の目ですよって言っとけばいいから、そう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 、そういうこと、そういうこと。こんばんは、こんばんは皆さん。おばあちゃんの時は確かに高木ちなっちゃんじゃないかもね。そうだね、そうしよう。コールはみんながいい、コールは多分ニーナでいいと思う。ちなっちゃんさんも確かにコールの時はちなっちゃんって言わない気がするから、だから呼ぶ時はコールミーニナメウで、そう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 、だってさ、おばあちゃんの時はさ、しまちゃんって言うけど、ユーリア、ユーリアじゃないですか、みんなって。だからそう、明日自己紹介、いや明日はちょっと早いわ、明日はちょっとハードル高いから、ちょっとずつやる、ちょっとずつやるわ、うち、ちょっとずつインスタとかで、とかあとはチェキとかにもちょっとずつニナメウって確認するわ。ちょっとこんな感じでよろしくお願いします。皆さんお一人お一人のその力がニナメウの未来を変える、そんな感じかもしれないので、いや一人一人の力ってね、本当にね重要ですよ、私はそう思います。一人一人のね力が合わさることによってね大きな力になるからね、やっぱりね一人一人ってね大事ですよ、一人の人生変えるから。アップアップガールズかっこチキニーナメは意外と、そう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 、いやね、なんか思うんですよ、サインもね、なんか公式なんて言ったらいいのかな、ちゃんと、うん、やっぱね、やっぱ可愛いサイン欲しいなって思いますよね。そうそう、やっぱなんかさ、ちょっとさね、フルネームさがっつり書くとなんか距離感あるじゃないですか。うちだって中学生の時の名前記名してる気持ちになったもん、なんかだからちょっとずつね可愛く可愛くしていきたいと思います。昔は、あーそうだよ、どう、え、なんかそういうのよくない、あの昔はニーナちゃん、え、やっぱさ昔のさニーナちゃんのさあだ名ってさ、あ、ニナメオのあだ名ってさニーナちゃんだったじゃん、懐かしくないみたいな、子さんアピールできる、みんなみんな子さんアピールできるよみんな子さんアピールできます。今からニナメオにシフトチェンジしておけば将来子さんアピールできると思いますんで、その子さんアピールを将来するためにもぜひニナメウ呼んでください。子さんアピールをするためには、ほらやっぱさずっとニーナちゃんのままだとさその話ができないわけですよ。昔ってさニーナちゃんって呼んでたよねみたいなじゃないんですよ。そしたらさ、ほら今のうちからニナメウって呼んどけば、そう、アミとイクラちゃんって呼んでたなとか、そうあるでしょ。今から
今からですよみんな。ニナメをぜひ使ってください。え、俺はもうそ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 うね、こう、え、でもニナメを、ニナメをにしよう、みんなみんなニナメをにしよう。それではニナメでよろしくお願いします。あとね、行きたいところっていうお題もいただいたんですよね。うち的に行きたいところって言いますと、なんかカジーさんはあの、なんて言ったらいいのかな、あんまりテーマパークとかのイメージがないなって思うので、何がいいかな。あ、なんか映画を見に行きたいと思ったんですよ、カジーさんと。カジーさんは絶叫マシーンとかお化け屋敷とかあんまりこう得意なイメージがなくて、私結構絶叫マシーンが好きなので、そのこうね、それな、せっかくなら2人で楽しめるところに行きたいなって思うんですよ。そうだから一緒に映画を見に行きたいなって。私見に行った映画があるんです、今日から俺は。なんと私のオシピ山本舞香ちゃんが出演しているんですね。あ、そうだ、今日舞香ちゃんのドラマ、今日舞香ちゃんのドラマじゃないわごめんなさい、気持ち悪くて今日舞香ちゃんが出るドラマやりますね。恥ずかしい。なんか昨日火曜サプライズにも出てらっしゃったんですけど、録画して今朝見ました。もうね、橋本環奈様と山本舞香様、やばいです、顔面の顔面美しさが。いや、ちょっといや、ほらなんかさね、ほらやっぱ推しがさ、ドラマとか出てるけどさ、その推しの、推しが主演とかじゃないけどさ、その推しが出てるドラマだからさ、その名前推しプラスドラマっていうとさ、なんかマイカちゃんのドラマみたいになっちゃってごめんなさい、本当に。そうなんですよ、本当に可愛い。でも絶対うちは多分カジーさんは、カジーさん結構ドラマとか映画とか見てるイメージなんですよね。で、今日から俺は見てたかわかんないけど、なんかああいうギャグもの好きそうじゃないですか。可愛い子もいっぱい出てるし、だから私はカジーさんと今日から俺はを見に行きたい。そうだね、あやぴーだ、あやぴー、うちはあやぴーと今日から俺はを見に行きたいです。そんな感じかな。どう思います、良くない、私のチョイス。私温泉入るのが苦手だから、温泉系じゃないなとも思ったし、ショッピングもなんか違うなって思ったの。今日から俺をあやぴーと見に行きたい。映画の後はご飯行きたいですね、普通に。でもそれはなんか計画して予約するとかじゃなくて、フラッと入りたい感じがします。なんて言ったらいいんだっけ、エピエ割り勘だ、全然私大丈夫です。むしろなんか怒られるとなんか焦っちゃう。ね、森永の家とカジーさんの家の中間くらいにある場所で映画を見て、そこでなんかインスタとか調べて、あ、このお店良さそうですよって言って行く感じがいいと思う。ドライブはね、もうちょっと後。ドライブで行くとしたらどこだろう。ドライブで何、どこ、ドライブって何行くの、
なんだろう、ドライブは何をするのかな。私ドライブ経験がないんですよ。都内ってね難しい。静岡行きたいとか言ってたよ。なんかでも食べ歩きみたいな感じとか楽しそう。カジさんはねなんか話してるだけで楽しいから、うん、なんかまずカジのカジさんのバイトしてたとこいいね。なんか映画見に行くの楽しそうだなって。なんかでも多分うちらは映画の内容の感想っていうよりもあの子可愛かったよねっていう話しかしないと思う。あのオールナイトカジでも暴露があった通り、カジは面食いで可愛い女の子の話ばっかするんですよって言ってると思うけど、私も可愛い女の子大好きなのでこだわりがあるんですよ。私可愛い女の子の顔こうこうね、ああこの顔はもうなんか生まれながらにした美人やなっていう顔がすごい好きなんですよ。なんて言ったらいいのかな、あこれは人工で作られた美しさじゃなくてもうこの人は根っからこうなんだっていう、そのなんて言った遺伝子の強さを見せつけられるともうあもう乾杯すわってなる、そういう顔が好きです。つまりは山本舞香様が好き、可愛い女の子が好きです。なので多分今日から俺はそれこそ橋本環奈ちゃんも出てると思うので、思うのってか出てますので、いやそこのカンナちゃん可愛かったねとかって話しかしないと思う。こうねえ、そうコウキちゃんのねあの最近インスタに上げてるね写真、ストーリーの写真やばい。あとねあの銀座のなんだっけコーチっていうブランドのねポスターはねコウキちゃんなんですよ。だから銀座のコーチの前通るたびにうちはあもうやばいでかいコウキ様いるやんってなっちゃうの。本当にココミちゃんのインスタもねすごい好きです。そういう感じですね。私結構こだわり強いんですよ。なんかこことここの比率は何対何が好きとか結構ねこだわり強いんですよ。この比率が好きとか結構ねあれですよ、そういうタイプの人。それがなんかちょうどいい比率だと来ちゃう心にあってなっちゃう。そうすごいそういう好きな顔に対して熱いですね。はい、そんな感じかな。カジーさん何あと何がいいかな。なんかまーちゃんさんとは一緒にお服買いに行きたいし、ちなっちゃんさんとはおしゃれなカフェ行きたいしっていう感じですね。なんかそういう感じですということで、先に明日のお題の方を言います。明日が誰とかの告知ってもうみんな出てるんだっけ。出てますか。銀魂のねカンナちゃんめっちゃ可愛いですよね。やばい神楽。明日はベンまーちゃんさん
女子頑張りさーんということで、まー、あ、ちゃんさんですなんですけども、ここでちょっと重要なポイントを説明したいと思います。まーす、明日の配信はですね12時からとなっています。まー、あ、ちゃんさんの配信はもう一度言います。明日のまー、あ、ちゃんさんの配信はお昼の12時からとなっています。ランチタイムということで、っていうのも明日ねちょっとこうくまりさんのライブに出させていただきますし、その後の特典会っていうかやむ for you の時間があるのでお昼です。お昼の12時にえまーちゃんさんが配信となりますので、皆さんそこを注意してください。ライブがあるので皆さん把握した？把握漏れない？把握漏れはね人狼でね釣られやすいから、みんなここで把握漏れしちゃダメだよ。把握漏れしてない？ OK？ 大丈夫かな？ということで明日のお昼でーす。ということで、お題何がいいかな。あ、確かにお昼ご飯食べてほしいね。まーちゃんとランチタイム、アンパイかな。まーちゃんとランチタイム配信どうですか。アンパイだけど、でもそれが一番いい気がする個人的に。今日涙袋すごいうまく描けたわ。影がすごいぷっくり見える。ツイッターでこっちももちでございます。まーちゃんとランチタイムということで、まーちゃんとランチタイムの皆さんもぜひお昼を食べて、まーちゃんと一緒にランチタイムを楽しんでいただければ光栄だと思います。ということで決まりました。皆さん把握よろしくお願いしますね。涙袋すごい今日影が。はい、ということで告知をしたいと思います。告知をしたいと思います。告知、明日くまりデパートさんの新体制お披露目ライブのゲストとして出させていただきます。夜の部ですね。夜の部は、そんな感じです。あれがあるかな、配信があるかどうかっていうところでございます。そしてそしてインターネットサイン会が、7月24日にあります。これは多分ニキちゃんの方で配信見れると思うんですが、もうちょっと多分あれは終わっちゃってます。あれは終わってます。受付、応募受付、応募締め申し込みの方は終わっちゃってます。そしてグループチェキ会も7月25日14時から15時ほうにな、にな法コンビでアゲなやつをやりますので、そちらもニキちゃんで見れると思いますが、こちらも受付はちょっと終わっちゃってます。くまりライブは、あ、そう、無料配信が予定されてるらしいので、ちょっと落ちちゃったよーっていう方はぜひともそちらの方を見ていただけると嬉しいです。そしてもっと大事な大事な大事な、今日先ほど発表されました YAM4U
for you ですがあります。このあと for you のお申し込みの方がそう22時からありますので、皆さん安心してください。22時までには絶対に終わってますので、なので今こうやってこの時間にもう告知をしています。絶対5分前には必ず終わりますので、皆さんご安心よろしくお願いします。ということで Yum for you があります。 Yum for you があること自体は明日です。明日の待って、明日の18時から18時45分と20時45分から21時30分の間に For You をやります。ただ、ほうちゃんさんの参加がですね、あの18時から18時45分のだけとこだけとなっていますので、皆さんそこはお気をつけてください。そして販売されるのが確か2分の枠のみだったと思いますので、ぜひとも皆さんモレナがご参加お待ちしておりますということなんですけども、あと何回それが何か言おうと思ったんだわ。明日のくまりさんのライブ行く人だけだよとかじゃなくて、全国誰でも参加できるんですわね。わかり、あのなので、あの安心してください。そこは多分楽屋で一斉にやるからちょっとね、わちゃわちゃしそうだけど、声は小さめでいこうと思います。はい、そんな感じで、メンバー全員とじゃなくて1対1です。ワンオンワンだから、1枠買えばメンバー全員と話せるとかじゃなくて、うちと話すことになりますので、皆さんあれです、よろしくお願いします。よろしくです。はい、でもごちゃごちゃするかどうかはわからないですね。多分その辺はマネージャーさんがなんとかしてくれるんじゃないですかね。さすがにそこら辺は大丈夫ですよ。はーい、皆さんぜひお待ちしてまーすはい、そんな感じかな。はーい、ではランキングを発表して、本日は終わろうと思います。2分って案外ね、なんかドキドキしちゃうよね、2分。はい、では行きたいと思います。これで固定しますね。3位アキラチームさん、2位スミさん、1位ヘパリーズさん、おめでとうございます。私がこの中から3文字勝手に取ってあいうえお作文を作るので、よろしくお願いします。それでは行きたいと思います。3位アキラチームさん、明日から君もラッパ演奏者。
明日から君もラッパ演奏者。あけるちむさん、おめでとうございます。2位、素敵さみんな大好き佐々木さん。素敵さみんな大好き佐々木さん。すみさんにおめでとうございます。1位、へこたれないでパッと明るくリコーダーふこ。へこたれないでパッと明るくリコーダーふこ。ということでバリーズさん1位おめでとうございます。はい、そんな感じで今日の配信はこの辺にして、皆さんがこの後 For You を買う準備をされることと思いますので、よろしくお願いします。スクショタイム。じゃあこういう感じで、あ、こういう感じで、あ、スマホ見えないと。撮れた？うんうんうん、そうなんだ。へえ、はい、そんな感じで明日も熱中症気をつけ、そうなんですよ、熱中症気をつけるために今日はステーキを食べました。でも炭水化物は取ってないので多分ヘルシーです。肉だけなんでね。はい、ということで、この後のヤムフォーユーよろしくお願いします。私はツイートをするのでこの辺で。はあ、やばい、水がこぼれた。ですね、ここで皆さんにご協力をお願いするんですけど、毎回挨拶の時に皆さんまた明日も見てくださいますかって言ったら、強く生きるってコメントして明日の活力にしていただければ嬉しいなと思いますので、今からそちらをやります。皆さん明日も見てくださいますか。強く生きる、強く生きる、強く生きる、強く生きる。バイバーイ。